はい。で、もう一件ですね、ちょっと、神谷宗平さんのこのツイート気になったんで、ツイートしますが、まあ、一度でもこういう発言があると一気に信頼を失うんだよな、言わずは知性、言わずは品性というようなことで、まあ、これに対してこうやってるんですが、ここちょっと、クリックしていくとですね、まあ、結局は、その、この、神谷宗平さんの元々のこの先ほど紹介したですね、サスケがめっちゃ暴れてる。サスケ。いや。このですね、ツイートですね。これに対して TBS のサンデージャポンで鈴木エイトさんが言った発言に対して、神谷宗平さんが、こう、こういう形でですね、その、で、これをまたリプした人に対して、こんなこと言ってるんですね。僕ちょっと今調べててびっくりしたんですが、これですね。違いますね。ジャーナリストを名乗る人が公共の電波を使い、不確かな情報で印象操作をしています。これは抗議する案件です。みんなで TBS に抗議しましょう。こう、みんなで TBS に抗議しましょうっていうのはものすごい他人事でしょう。これ違うでしょ。参政党の責任者を神谷さんが、まあそれは代表者が今、神谷さんじゃなくて、松田学さんかもしれませんが、いずれにしても直ちに参政党として抗議しますでしょ。これ TBS みんなで TBS に抗議しましょうということは、何か自分の支援者に TBS になんか電話しようとかそういうことを言ってるんだと思うんですが、何の問題解決にもならないですよこれ。僕がもし神谷さんの立場でね、同じまあ国政政党のまあ責任者っていうことで言えば、もし NHK 党が、統一教会から支援を受けてるみたいなことをもし言われたら、直ちに TBS に対してみんなでじゃなくて私が TBS に抗議します。組織のトップしての当然でしょ。みんなで TBS に抗議したって何も動かないんですよ。まずは TBS やこの鈴木エイトさんに対して抗議をする。で、その抗議に対して謝罪や明確な説明がなければ、BPO に訴えるなり、裁判に訴えるなりって順番でしょ。これね、要はね、みんなで TBS に抗議しましょうっていうことは、やる気ないんですよ、神谷さん、これ。自分がやる気ないんですよ。これもう、一般の人に任せてしまってる状態で、要は抗議なんかできないんですね、これ、党として。実際、それ事実だから。だって、先ほどの動画でも出しましたけど、まあ、ツイッターでも言いましたけど、神谷宗平さんのこの参政党っていうのは、統一教会などの宗教関係者や、ネットワークビジネス、アムウェイなんかのネットワークビジネスを利用する、まあ、そういう人たちが、参政党の集会に参加してですね、そこから個人情報を抜き出したりとか、そういうネットワークビジネスをしていると。まあ、現にね、神谷さん自身がこの参政党っていうのは、危険を煽るわけですよ。不安や危険を。これを食べたら癌になるとか、ワクチンを打ったらね、まあ、ワクチンに関しては僕もあまりね、子供に打つなとあるんですが、要は、その、科学的根拠とか事実に基づかないことで、不安にさせて商品を売るっていうことをやってるわけですよね。だから、このような、ことに対して、直ちに、みんなでじゃなくて、参政党として直ちに抗議しますが正しいわけであって、もう神谷さんね、これ本当僕に対してでも抗議してきてください。参議院会館でね、すれ違ってももう僕に目を回そうとしないんですよ。もう逃げまくってるんですよ、僕との対談とか。僕と話することすらビビってるんですよ。もう政治家なんだから、こうやって他人任せとか、その党員とか他の人に任せるんじゃなくて、ね、あなた自身国会議員なんだから、こんなこと言われて黙ってるということは認めてるに等しいので、まあ、情弱な人をね、情報弱者を騙すのが、僕は参政党のやり口だと思うんで、こういう形で、これは抗議する案件です。みんなで TBS に抗議しましょうとかって言って、こうやってお茶濁してるんですよね。まあ、ぜひ裁判で白黒つけてほしいと思います。以上です。NHK をぶっ壊す。時刻はご覧の通りです。